UTMF2022 直前インタビューシリーズです。もうだんだん、ね、大会が迫ってまいりました。この今回のインタビューは、回69系こちらに出場される吉住ゆるさんです。ゆすみさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう間もなく、これは今日曜日にお話伺ってるんですけれども、もうあと1週間足らずということで、来週の今頃はもうだいぶ落ち着いてるいますよね、きっとね。あのレースも終わってということですね。そうですね、もう土曜日ですから ね、レースは、はい。まあ、この石見さん、今回はこう新しくできた69キロの回69系なんですけれども、はい。ね、まあ、この直前にして今のこうコンディションとか仕上がり具合とか、ちょっとそんなことからまず伺えればと思うんですけれど。まあ、コンディションというか仕上がりは、先週あの奥三河パワートレイルを走ったばっかりなので、はい、まだその疲労が、まあ、あるのかなとは思ってるんですけど、今年もまあ、あの後半海外に行く予定で、でまあ、国内は、まあ、あの練習で、その海外に行くために強くなるためと思って、それでまあ、レースもバンバン入れているので、なんでまあ、あの、疲れた中でもどれぐらい走れるかなっていうのが、今回、まあ、回の挑戦ですかね。うん。そう、今お話あった通り、先週、奥三河70キロの方のレース、70キロのレースですね。こちらも見事な、もう、ぶっちぎりというか、もうね、独壇場の優勝でしたけど、もしかして今週も出られてました？とか、僕ちょっと、どうじゃけないかも。いや、今週は何も出てないです。さすがに。あ、そうですか。あの、ワクチンを3日前に打ったので、それもあって、なんかちょっとあんまり体調は良くはないんですけど。ああ。なるほど、なるほど。はい。まあ、じゃあちょっと、それ、まあそうですね。まあ、週末までにはきっと落ち着きますよね、それもね。そうですね。はい。だからまあ、あの、昨日と今日とは、あの、自分で思想に行ってきました。あ、なるほど、なるほど。今度。はい。回69系のですね、はい。うんうん。この回69系ですけど、まさにこの富士急ハイランドから推しの山中湖とかですね、そういうエリアは、まあ今、この石角さんが拠点にしてらっしゃる、まあ、富士山麓からすれば、はい、まあもう、すごく近いところ、まあもう何度も行ってらっしゃるところなのかもしれないですよね。そういう意味では、まあかなりよく、馴染みのコースというか馴染みの山っていうふうに言えますかね。そうですね。まあ、あの、移住して3年になるんですけど、本当にもうこの辺はすごい練習環境としては良くて、で、まあ、あちこちのこの辺の山を走ってるので、本当に、まあ、あの、地元の山というか、のところで走れるのはすごい嬉しいし、まあ、だからこそ、あの結果を残したいなとは思います。うん、まあ、まあ、おそらく私の見立てでは、まあ、今回の回 60K 系、まあ、女子のレースで、まあ、多分、石見さんにかなう人は多分いないだろうなと思うし、まあ、もしかしたら男子選手の中と比べても、かなり、こう、吉見さんより前に行ける人っていうのは限られてるんだろうというふうに思うんですけれども、まあそういう意味ではまあこう結果とかという以上に、まあ練習もそうですし、まあ地元のそういうね、あのいろいろこう関係のある方、応援されてる方とかもいらっしゃると思いますから、まあそういう人たちに向けて、まあ、ね、この回路、この地元、まあいわば地元のレースでこう一ついい今シーズンのスタートにしていこうという、そういうモチベーションということになるんですよね、きっと。そうですね。まあ本当に、あの、こっちに移住して、まあ移住する前から、本当にこの辺り、地域の方々にはお世話になっているので、まあそういう方々にも、その、見てもらえる、その応援、ね、来れる方は、あの、初めて、あの、私が走ってるところを見て、もらえるっていう人も多分多いと思いますし、で、まあ、その地元で、まあ、富士吉田の吉住ゆりが、
っていうことで、まあ、地元の方々も喜んでもらえるとすごい嬉しいなと思うので、まあ、そういう皆さんになんか、あ、富士吉田に移住してきてもらってよかったなって思えるよう思ってもらえるような走りができたらいいなと思います。そういえば先日かな、前回何かのインタビューさせていただいた時もまさに、山梨県駅伝だったかな、なんか富士吉田 の、 あの、はい、チームのメンバーとして結構ハードなセクシあのパート区間を任されてっていう話もありましたよね。はい、まあ、そういう意味でもまさにおっしゃったようにこう富士山のこの富士吉田の環境の中で、まあ、いろいろ地元のこうランニングの、ね、はい、陸上の方々と、はい、こう一緒に、まあ、そういう交流、ね、取り組んで練習取り組んでらっしゃるんだろうなということだと思うんですよね。うん、なるほど、はい。まあ、今回のそういう意味では、まあ、よくコースもご存知だと思うんですけれども、どっかこう、あと、まあ、その吉見さんは2018年 STY でもうすでに優勝されていて、はい、そういう意味ではUTMF はの雰囲気であるとかこの大会の、ね、表彰台にも立ってらっしゃるわけなんですけれども、この回 69K もし、まあ、初めてこれコースこの回60、まあ、初開催なんでみんな初めてなんですけれども、どんなところがポイントというか、まあ、完走に向けた、あるいはこうたこのレース楽しむ上での一番ポイント、どのあたりがなんていうんですかね、こう楽しめるところ、あるいはこう頑張ればいいところ、なんかこう気づコース今日も試走されてということで気づかれたこととかあったらちょっと聞かせていただければと思うんですけど。そうですね、まあ、私が出た年でちょうど STY がもうそこで終わりになっちゃったんですけど、 STY は今まではその UTMF の前半部分を走って、で、まあ、川口湖の大池公園ゴールだったんですよね、うん、なんですけど、今回の回は本当にもうその富士五湖エリアの山を走るっていう、その UTMF の後半部分を走るパートになってるので、うん、なので、まあ UTMF を全部走ったことある方はもう後半部分と思って、大体後半部分と思っていただければいいと思うんですけど、まあ初めての方であったり、前 STY を走った方はもうまた全然違うエリアになるので、で、まあ今回試走してみて思うのは、前半は結構その舗装路であったりロードのパートが多いんですよね。だから、まあ本当にキララまではちょっと頑張って走る、後半を楽しみに頑張って走る、ただ前半あまり走れすぎちゃうからといって飛ばしすぎると後半に本当に足が売り切れてしまうと思うので、まあ、前半はちょっと抑えつつ、まあ、沿道の応援とかを楽しみながら、本当にもうなんだろう、気持ちをちょっとずつ高めていきながら走っていくっていう感じで、で、キララからがもう本当にスタートだと思っていただければいいかなと思います。で、キララからもう一気にまず明神山っていう、山中湖と富士山がもうものすごい綺麗に見える、もう絶景ポイント、もう写真とかみんな撮りに来てるような絶景ポイントに上がるんですけど、まあまずそこで、天気が良かったらもう本当に山中湖と富士山がすごい綺麗に見えるので、まあ、そこが一個すごいなんか元気のもらえるポイントかなと思います。で、そこからずっともう本当に、まあ、シングルトラックみたいな山のそのトレイルをずっと結構石割山っていうところまでずっと走っていって、そこから二重曲がり越えて、で、まあ一番のまあ、南関の石神山までの登りが結構急 で、うん、で岩とかもあるので、うん、まあ、そこをしっかり頑張れるように皆さん思っていただければいいかなと思います、うん、でその後は結構すごい急な下りがあったりとか、うん、まあ、走れる下りがあったりっていう感じで、
で、まあ、最後にまた下山までの登りが待ち受けてるんですけど、でもまあ、杓子山もそうですし、まあ、天井山とかもそうですし、後半は本当にもう富士山がすごい綺麗に見えるスポットがたくさん現れるので、景色も楽しみつつ、で、後半は山のパートが多いので、最後まで楽しみながら走って、いただけたらいいのかなと思います。こう、そうですね、後半の方が結構杓子とか下山とかね、こう、山岳っぽいところ、こう岩があるそようなうでとすころがあったね。り、長いこのセグメントチャレンジに今回設定されてますけど、下山までも600メートルぐらいですか、結構まとまった登りです下よね。山までが、もう本当にだらだら登る登りなので、結構しんどいんですよね。そうですよで、最ね。後は階段の急なところがあったりとか、意外としんどいので、まあ、そこまでもう本当に、結構な距離を走ってきてるので、下位の人でも。そうですよもうね。UTMF の人なんて、もう本当に最後の最後なんて。まあ、ラスボスと思って頑張ってもらったら、あとはもう気持ちよく下れるので。わかりました。まあ、眺めはちょうどね、時間帯的にもね、下位の選手の皆さんにとっては、まあ、こう午後だったり、あるいはまあ、人によっては、明け方という方もいらっしゃるでしょうけれども、きっといい景色でね、あるいは夜景も楽しみなところなのかもしれませんね。私もちょっと、なんかカメラ越しの映像で見られたらいいなと期待してます。まあ、ちょっとこう、吉見さんなんですけど、まあ、先ほどもお話し出た通り、まあ、UTMF はこう一つのね、この地元の目標ではあるけれども、また海外でのこうレース続くと。まあ、昨年は、バーティカルキロメーターの VK オープンで初代ね、最初のシーズンのチャンピオンということになられましたし、また OCC もね、今年ちょっとエントリーリスト見ていたら、吉見さんの名前もあったのを確認したんですけど、さっきね、来たんですけども、まあ、2019年の OCC では、コロナ前の OCC で3位に、表彰台のトップ3にね、立ってらっしゃるということなんですけれども、今シーズンはどんなシーズンにしていこうという予定か、ちょっとあらかじめ伺えればと思うんですけど。そうですね。まあ、国内は、やっぱり3年ぶりに開催される富士登山競争。まあ、こちらももう本当に富士吉田で、大きな大会で。で、まあ、私、富士山の名水様が、株式会社がメインスポンサーについてくださっているので、まあ、そこの、社長であったり、社員様であったりとかにも、まあ、都合が合えば応援にも来ていただけるような大会なので、まあ、そこで一応今まで3連覇してるので4連覇っていうのと、あとはまあ女子で史上2人目の3時間切りを狙って、大記まあ、ちょっ録ですとよね。国内ではそうですね、そこをターゲットレースにしていって、でまた先ほどおっしゃられたように OCC からヨーロッパに行く予定なので、去年OCC でもうボロボロになって本当に悔しい思いをしたので、まあ今年はまた OCC で、去年のリベンジをかけて、自分へのまあリベンジですかね。で、まあ OCC の後、スカイランニングの世界選手権がイタリアで9月で行われるので、まあ、そちらに行って、で、その後、まあまだはっきりとは決まってないんですけど、UTMB シリーズの、フランスの大会からちょっと声が、かかってるので、そちらに出て、で、まあ、あと、まあ、都合のあうレースいくつか探して、で、一旦帰国してから11月に、今度はトレイルマウンテンランニングの世界選手権で、タイのレースがもう日本代表決まってるので、まあ、その辺を今年のターゲットレースにして頑張っていきたいなと思ってます。なるほど。もう盛りだくさんですね。まあ、昨年に勝る以上に 大活躍の、こう、一年ということになるのかと思いますけど、まあ、まずは、まあ、この地元というか、日本でね、今週末、来週の週末になりますけれども、
ね、その姿をこう応援できる貴重な機会ということになるかと思います。私もライブ配信の画面越しにはなるかと思いますけど、またフィニッシュラインでは多分吉見さんにお目にかかれるんじゃないかなと思ってます。はい、楽しみにしております。はい、はい、ありがとうございます。はい、もう間もなくに迫ったウルトラトレイルマウント富士 UTMF2022 直前のインタビューシリーズということで吉見優さんにお話伺いました。吉見さん、ありがとうございました。ありがとうございました。